それではこれから模倣品対策のための取り組みと官民連携と題して3名の方に基調講演をお願いいたします。舞台向かって左側から対知的財産局ナバラとタンカマラス国際室長でございます。続きましてシンガポールから東南アジアなどで C2C 向け e コマースサイトを展開する民間企業カルーセルのセレナ・ダーセルチングループ統括法務部長でございます。同じくシンガポールから模造品対策の実務に携わる弁護士のアレン&グレッドヒル法律事務所ビグネッシュ・バーアン弁護士の皆様でございます。それでは初めに対知的財産局ナバラ島タンカマラス国際室長に基調講演をお願いいたします。タンカマラス国際室長、お願いいたします。こんにちは。ゲストの方々、パネリストの方々、そして参加者の方々、今日は私は参加できて非常に光栄に思っております。基調講演の演者に選ばれて大変光栄です。今日はお話の内容としては、タイにおける知財権侵害対策についてお話をしたいと思います。今日知財権侵害は特に電子商取引の発達とともに世界的に広まっています。タイはオンライン市場でもオフライン市場でも頻繁な知財権侵害に直面している国の一つです。一方、タイはこの状況を当監視することなく、知財権を侵害する製品の輸出入の禁止や取り締まりの実施など侵害を防止するための厳格な措置を積極的に講じています。通常 DIP 対知的財産局は主に警察や知財権者と協力をし、実店舗市場とオンライン市場双方に対して侵害に対するエンフォースメントを行っています。それではまず最初に実店舗市場でのエンフォースメントについてお話をしたいと思います。まず実店舗市場においては、 DIP は警察や知財権者とともに知財権侵害の立ち入り検査を実施をいたします。その際 DIP は検査の透明性を確保するための仲介役も務めます。バンコク以外の地域ではこうした形で、またバンコク市内においても様々な活動が行われていますが、バンコク以外の地域では DIP の担当官と警察官が協力をして、タイ全土の県で経済犯罪や知財権侵害の取り締まりを行っています。バンコク首都圏においてもしかりです。一方、 DIP の担当官と警察官が協力をし調査を行った結果、法的手続きの開始となります。押収された知財権侵害製品はさらなる措置のために警察に引き渡され、その後は事案は検察官の手に移り、起訴を経て裁判所が状況によって禁錮刑や罰金刑などの判決を下します。このスライドは DIP 知的財産局がタイ王国警察特別捜査局税関と合同で実施してきた知財権侵害の防止抑止のための特別ミッションの成果を示しています。今回のプレゼンでは2018年から2023年までの5年間にミッションが達成した成果を、この知財権エンフォースメント統計表に基づいてご説明をしたいと思います。2023年は7月までの数字になっています。表中の数字は警察による摘発の件数、そして商標権、著作権、商特許を含む
特許権の侵害により差し押さえたものの個数を表しています。ここからは対象期間を3つに分けて分析をしていきます。2018年から2019年が第1期、そしてコロナが最も深刻だった2020年が第2期、そして第3期はコロナ後の2021年から2023年です。結果的にはこの中に示されていますようにトータルの総数は減っていることがわかります。それではオンラインマーケットにおけるエンフォースメントをご説明をしたいと思います。現在オンラインマーケットにおける知財権侵害に対処するチャンネルとしては e コマースプラットフォーム、ソーシャルメディアプラットフォーム、そして著作権侵害サイトの3つが存在します。 DIP は知財権者や関係する政府機関と協力をし、オンラインマーケットにおける知財権侵害に対するエンフォースメントを行っております。エンフォースメントには法的規制によるものと運営側による自主的取り組みや官民連携による取り組みがあります。それではまず法的規制についてご説明をいたします。まず一つ目、ウェブサイトブロッキングです。ウェブサイトブロッキングとはコンピューター犯罪法に基づきインターネット上の知財権侵害抑止に関するワーキンググループによって強化された対独自のサイトブロッキングメカニズムの採用を意味しております。2017年に改正コンピューター犯罪法が施行されて以来、知財権者は同法に基づき利用可能となったサイトブロッキングメカニズムを活用し、オンライン上の知財権侵害に対抗をしてきました。裁判所はこれまでに42の裁判所命令により合計1641件の URL において侵害コンテンツへのアクセスをブロックまたは無効化しています。次にノーティス&テイクダウン、通報と削除です。2022年8月23日に発行した改正著作権法に規定されるこの新しい仕組みにより、著作権者は従来の裁判手続きを経ることなくオンラインプラットフォーム上の著作物侵害に対して直接行動を起こすことができるようになりました。具体的には著作権者はサービスプロバイダーにテイクダウン通報を行い、サービスプロバイダーは受け取った証拠と情報に基づいて侵害著作物を削除いたします。次に刑事エンフォースメントです。タイ警察からは2020年から2023年までの4年間に行ったインターネット上の知財権侵害の摘発に関する情報提供がありました。この間の摘発件数は947件、そして総押収個数は48万3794件、そして想定被害総額は3億8283万バーツとなっています。トータルで摘発件数約1000件になっています。グラフからは知財権侵害が急激に減少していることが読み取れます。それでは次にインターネット上の知財権エンフォースメントに関するさらに数字を申し上げたいと思います。2021年にタイ警察は203年の摘発を行い、1億バーツを超える新製品に相当する約8万3000点の侵害品を押収をしています。そして2023年1月から8月までの数字は170件の摘発、2500万バーツを超える新製品に相当する約6万6000点の侵害品を押収となっています。次に自主的取り組み、官民連携について説明をしたいと思います。まずインターネット上の知財権保護に関する覚書についてです。
そしてオンライン広告と知財権に関する協定についても申し上げます。一つ目、インターネット上の知財権保護に関する覚書です。すでにご存知のように、インターネット上の知的財産権保護に関する覚書は2021年1月11日に署名発行されました。オンライン上の知財権侵害を効果的に防止し、インターネットプラットフォーム上の知財権保護に関する意識を高めるため、自主的なメカニズムを構築をすることを目的として、 DIP ビジネス開発局、国際貿易送信局、知財権者及び3つの主要な e コマースプラットフォーム、ラザダ、ショッピー、チキテクショップによって署名をされることとなりました。2021年1月11日に26の署名者により発行した後、新たに5つの知財権者代理人が署名をしております。2022年には知財権者であるフィリップ・モリスと e コマースプラットフォームである TikTok ショップが覚書に署名をしております。2023年3月31日JD セントラルが覚書への署名を取り下げましたので、現在の署名者数は約計32団体となっています。そしてこの覚書におけるさまざまな役割について、まず知的財産局 DIP の役割ですが、 DIP はインターネットプラットフォームに対する事前調査を行います。そして侵害に関する報告を受け、知財権者にこれを通知、そしてさらに検証を行います。さらに DIP は知財権者とインターネット事業者間との調整をし、協定に基づく措置の進捗を監視をいたします。そして IP 資産のリストについては、これは知財権者がインターネット事業者に提供する役割を負っています。そして次に、インターネットプラットフォーム事業者の役割ですが、知財権者または DIP から侵害製品の販売に関する情報を受け取るチャンネル、またはプロセスを確立することが義務となります。そして情報を検証して、運営するインターネットプラットフォーム上の侵害製品の販売を停止をいたします。これらが彼らの責任となります。そして覚書の実施です。知財権者が覚書によって設定されたチャンネル、またはプロセスを通じて通報した侵害事例の総数は、この期間において925件に上っています。この侵害のスコープですが、このように通報された925件のうち、さまざまな製品が含まれていましたが、例えば衣類ですとか靴、化粧品、そして自動車、音楽著作権、そしてトナー、カートリッジなど、さまざまなカテゴリーの925件が通報されています。知財権者とインターネット事業者との連携により、通報された925件のうち921件でインターネットプラットフォーム上での侵害製品の販売が停止をされました。 99% の成功率となっています。そしてもう一つの覚書は、オンライン広告と知財権に関する覚書です。現代の電子商取引においては、オンライン広告は重要な役割を果たしています。一方で、知財権を侵害する製品やサービスの広告、知財権を侵害する広告コンテンツの制作や表示、あるいは知財権を侵害するウェブサイトやアプリ上での広告など、オンライン広告が知財権侵害に関わるケースは多くあります。そしていずれの場合にも、収益の一部は広告スペースのレンタル料によるものです。知財権者、
広告主、そして関係団体間の連携メカニズムを構築し、オンライン上の知財権侵害に対処することが非常に重要です。そして知財権侵害製品やサービスの広告や知財権を侵害する広告コンテンツの制作や表示を防ぐためにはこの連携は不可欠であり、また知財権を侵害するウェブサイトやアプリへの広告掲載を控えることでプラットフォームの収益源を断つことができます。したがって知財の保護を強化し、オンライン上での知財権侵害に関連する問題を軽減するためにはこのような連携の枠組みが不可欠となります。それではこの連携に参加する機関です。まず DIP、 そして広告関連の3つの団体、そして21の知財権者、トータルで署名者は25団体となっています。協力の範囲ですが、 DIP の役割はまず知財権を侵害するウェブサイト上やアプリ上の広告について知財権者から情報を受け取ります。その上で広告主や協会と調整を行い、当該広告を削除いたします。また本協定の実施において知財権者、広告主、協会間の効果的な調整を促進をいたします。知財権を侵害するウェブサイトやアプリのリストを作成し、本協定に基づく措置の結果を監視します。また知財権を侵害する広告コンテンツを制作しないこと、あるいは知財権を侵害するウェブサイトやアプリに広告を掲載しないことを広告主に守られる役割を協会は負っています。知財権侵害を認識した場合、または通報を受けた場合にはウェブサイトまたはアプリから侵害広告を削除すること、これも大きな役目となります。広告協会は知財権を侵害する広告コンテンツを制作をしないこと、あるいはウェブ上から知財権侵害の認識をした場合削除をすることが必要です。また広告内容で知財権を侵害する場合にはこれを阻止すること、そして知財権を侵害するウェブサイトやアプリに広告を掲載しないこと、そして通報を受けた場合には、あるいは知財権侵害を認識した場合にはウェブサイトまたはアプリから侵害広告を削除すること、これらが広告主の役割となります。知財に関するポリシーを策定し、また公表することも求められます。また DIP としては情報通報を受けてそれを他の知財権者、そして広告会社に情報を流すことも重要です。そして将来の覚書のあり方に対してお互いに情報を交換し、そして議論をすることも全ての関係者の大きな役割となります。6ヶ月に一度、あるいは必要があればそれ以上の頻度でミーティングを行っていくことが必要となります。それではこのような形で私たちは意識の啓発活動を行っていることをご説明をしたいと思います。 Let's get right という名前のキャンペーンです。そして ASEAN のネットワーク、これは ANI と呼ばれている ASEAN の知財権エンフォースメント専門者のネットワークですが、このネットワークも意識の啓発に向けてさまざまな活動を行っています。そして知財権を侵害するものを捨てる、破壊をするというキャンペーンも毎年我々は行っています。またタイにおいて毎年 IP フェアを開催をしています。そして最後に DIP はJPO、 そして JPO とともに日本で IP の専門家のトレーナーの研修も行っています。私からは以上です。ありがとうございました。タンカマラス国際室長、ありがとうございました。続きましてシンガポールカルーセル
セレナ・ダーセル・チングループ統括法務部長に基調講演をお願いいたします。チン部長、よろしくお願いいたします。皆さん、こんにちは。今日はお会いできて嬉しいです。オンラインの皆様もお会いできて嬉しいです。まず法務省の方に感謝申し上げます。このシンポジウムにご招待くださりありがとうございます。今日は私たちの取り組みや考えを共有する機会を与えてくださり、また素晴らしい皆様から学ぶ機会を与えてくださりありがとうございます。このフォーラムは素晴らしいプラットフォームです。このおかげで連携、知識の共有、一致団結したアクションを取ることができ、参加させていただき大変名誉に思っております。さて皆さん、カルーセルグループご存知ですか？プラットフォーマーですか？手を挙げてください。あんまり多くありませんね。でも嬉しいです。ありがとうございます。まあ、もしかしたらこのスライドについてもう少し知っていただくチャンスになると思いますし、私たちのサステナビリティに対するミッションについてもぜひ共有させてください。さてこちらはカルセルの紹介です。カルセルで利用できる機能や手順、そして官民連携、こちらについては深掘りはしません。後からワーキンググループセッションでこのことについては議論すると思うからです。そしてプラットフォームとして直面する方についてお話をしたいと思います。ではカルセルの紹介です。3人の共同創業者がいます。シリコンバレーに訪問し、そのシリコンバレーの企業家戦士のエネルギーに感銘を覚えました。テクノロジーを使って多くの人たちの生活に影響を与えるということに感銘を覚えました。シンガポールに戻った時にラップトップや本など使わないものがたくさんあったことを発見しました。またこれらの使っていないものを出品する当地のフォーラムでは手順がなかったらしいものでした。なので売買の手順をシンプルにしたいという考えを思いつきました。シンガポール国立大学スタートアップウィークエンドシンガポールハッカーソンにこの考えを持ってきました。2012年のことです。そしてカルセルが生まれたのです。私たちの企業目標はセカンドハンドを消費者から第一に選ばれる存在にすることです。私たちは e コマースカンパニーではありません。よくそのように言われますが違います。どのように違うのかということについて後からご説明したいと思います。すべての人が十分使っていないものがあると思います。そしてそれは他の誰かの、誰かが使えるものになるわけです。私たちはそういう誰かが当たり前のように使っていないものがあったらそれを売る、何かが必要だったら当たり前のように中古品を買うということをやりたかったのです。そうすることでそのものがゴミになることもなくなり、世界が少しでも良くなっていきます。11年が経ち、今や大手マルチカテゴリーの中古品を扱うプラットフォーマーとなりました。毎月何千万人ものユーザーに対して7つのマーケットでサービスを提供しております。つまり皆さんが出品物をプラットフォームで販売することができるんです。モバイルフォンとかそうしたものを出品することができるのです。政府、パートナー、メディアの方々、チームメイト、コミュニティのご支援のおかげでここまで参りました。日本の皆様には馴染みのある名前があるかもしれません。ロックテンとかそうしたものがいろいろとあります。私たちの企業目標、中古品を消費者の第一の選択肢に達成するべく、さまざまなブランドを持っております。皆様の国ではこのようなブランドを見かけたことはありますか？インドネシアの皆様は、例えばトコピディアとのパートナーシップを通してマウジュアルをやっております。ムタトチョットは最大の C2C のマーケットプレイスで、マレーシアとベトナムにあります。カルセルファミリーに2019年に参加しました。2022年からの状況を見れば、私たちの持続可能性に対するインパクトが分かりになると思います。それ以上に目に見える直接のインパクトがあります。
コミュニティが必要なものをより手頃な価格で購入するお手伝いを私たちはしております。カルーセルで利用できる機能と手続きですけれども、私どもは知的財産の所有者の権利を尊重しています。またブランドオーナーとユーザーのバランスを取る必要性も認識しています。このことについては十分に留意しております。すいません、ちょっと時間がないですね。なるべく20分以内にしゃべろうと思います。これが現在のプロセスです。一つか二つ詳細にお話をしますね。私たちは C2C マーケットプレイスで人々が商品を探しつながるという状況です。今後10年の目標は e コマースの長所を中古市場で実現することです。信頼と利便性を加えることです。これをリコーマースと呼んでいます。この経験を高め、中古品購入について新たな基準を設定し、リコーマースを前進させるべく努力していきます。まず東南アジア圏より始めます。ここで2つの事例を共有いたします。今年始めたもので、私たちがどのようなものをやっているかということが分かると思います。1番目、カルーセルサーティファイトです。皆さん、私たちこれを今年始めました。そしてもう一つが改定保護の事例です。さて、高級品、例えばモバイルフォンや車など、そうしたものが対象になっています。私たちの意図は模倣品や欠陥品を購入するのではないという恐怖を取り除くことです。専門家が中古品を検査して鑑定しています。ここでシンガポールご在住の方は携帯電話を取り出してお気に入りのスニーカーやバッグを検索してみてください。またはこちらのスクリーンのように、さまざまなユーザーエクスペリエンスがあり、 e コマースのような買い物体験ができます。模倣品はさまざまなカテゴリーでありますが、私たちの高級品のカテゴリーについてお話をします。サーティファイドラクジュアリーですけれども、中古の高級品に対する全く新しいアプローチを確立しました。信頼と利便性というユーザーの問題を解決したのです。買い手は購入品が鑑定を受けていて説明通りのものだと信頼することができます。何かあれば返品することもできます。さらにカルーセルサーティファイトの一環として、販売者がさまざまな手段で検証を受けることができます。カルーセルサーティファイトパートナーズは評判の高い業界の専門家で、その分野では長い経験を積んでいます。例えば事前審査があります。本人確認、そしてブランドの評価チェックもあります。カスタマーレビューをもとにでです。またカルーセルの条件やポリシーに過去に違反がないかということも検証の要素となっています。カルーセルサーティファイトパートナーは私たちと同じように高いスタンダードを維持していただきたいと思います。カルーセルサーティファイトの約束ですけれども、これが私たちが約束していることです。鑑定方法についてもう少しお話をします。例えば高級バッグですけれども、非常に厳しい14のステップがあります。鑑定士が商品がこのプログラムの高い水準を満足することを確認します。出品する前にです。鑑定士が非常に経験が長く厳しい鑑定を行っていきます。こちらが道具です。実際に手を使って鑑定をします。手袋などを使っています。私は鑑定士ではありませんが、一つ学んだことは、バッグの匂いを嗅ぐことは合理的な方法なんです。つまり接着剤の匂いを嗅いで、もしかしたら模倣品の有無が分かるかもしれないからです。また鑑定知識を共有するためのセッションも開催しています。皆さんも参加したかったらぜひ参加してください。ではスニーカーの場合についてお話をします。スニーカーのボックスのラベルとか靴の素材とかスティッチングとかを見ます。中敷きのデザインとかロゴとか、もちろん匂いも見ます。私の同僚が確かにスニーカーの匂いを嗅いでいました。次のアイテムですけれども、
買い手の保護付きの購入ボタンです。こちらはより利便性が高いものです。販売者にとってです。個人情報を共有せずに支払いを受けることができるからです。この買い手ボタンの前に資格の条件を満たさなければいけません。サーティファイドパートナーと同じです。レビューレーティングは 4.0 以上にならなければいけない。そしてキャンセル率も低い率でなければいけない。そうした要素を満足しなければいけません。これにより悪意ある行為者が私たちのプラットフォームを使うことを防止することができるからです。次にテイクダウン、情報の削除と報告の仕組みです。信頼や安全はカルーセルにとって重要な優先事項です。カルーセルは不正品のオンライン販売に対して慎重に対応してきました。私たちはこのクロップ権利者保護プログラムを知的財産権保護の一環として開始しました。ではクロップは何でしょうか。カルーセル権利者保護プログラムですけれども、このクロップを構築する際、カルーセルは手作業でのテイクダウンをやめました。長いプロセスで警告を与えるところから実際のテイクダウンまで非常に長いプロセスがありました。なのでユーザーの利便性も考えなければいけないので、この出品物が知的財産権を侵害していないように私たちはこのクロップを構築したのです。クロップではブランドオーナーや権限を付与された代表者が侵害物品の削除をすぐに要求することができます。なので侵害物品が存在する時間が私たちのプラットフォームにおいては短くなります。ではこのクロップのビデオをお見せしますね。どのような手順なんでしょうか。権利保有者もしくはその代表者が私たちに連絡します。そしてこのクロップを見てプロセスをチェックするわけです。どのようにクロップが機能しているのかということについてお話をします。まずこのクロップですけれども、6つの市場で使われています。プラットフォームを使っているたくさんのブランドがあります。ナイキ、グラップ、高級ブランドシャネル、そしてケリングループです。グッチとかバレンシアガを運営しているケリングループです。そうした人たちが私たちのプラットフォームを使っています。またクロップを通してデータを収集しております。今後の模倣品対策に活用していきたく思っています。これは過去90日間のさまざまなブランドでのテイクダウンのデータです。なのでぜひ口コミで広げてください。では別のプロセスです。ユーザーレポートの仕組みです。カルーセルではマーケットプレイスモデレーターのチームがあります。プラットフォームの出品情報をレビューして方針に合わない出品は情報を削除しています。一方重要なことはコミュニティと一緒に取り組むことです。権利保有者のみならずユーザーが簡単に模倣品を報告できるような仕組みが必要で、私たちそのような仕組みがあります。専門チームが報告に対して迅速にレビューと対応を行っています。スクリーンをご覧ください。これは模倣品じゃないかもしれませんけれども事例としてお見せしています。ユーザーとしてどのように出品に関する情報を報告できるかという事例です。私たちが方針をどう実行するかということを改善し見える化するためにサポートインボックスフィーチャーを実行しています。スクリーンをご覧ください。ユーザーが過去に提出したレポートの履歴をレビューできるようにしています。ではテクノロジーの活用についてお
ご説明します。私たちは包括的なアプローチをとっております。また詐欺に対する防止策も実際模倣品の防止対策として有効だと思っております。また詐欺でも模倣品の売買をしている人たちもいます。悪意の行為者がしばしば模倣品を使って詐欺を行います。例えば模倣品を値転換の価格で無防備な消費者に売る場合があります。なので私たちはある機能があります。アストラルールエンジンという機能ですけれども、データポイントを使ってポリシーを設定していくものです。チャットアクティビーとかその他の指標を使ってやっていきます。これを組み合わせて高いレベルの確信感を持ってこのユーザーが悪意行為者かどうかを判断していきます。マシンラーニングを使ってやっていきます。またデータサイエンスの機能についても私ども投資をしております。これによって私たちのチェッキングがテクストを超えて画像にまで広がっています。社内のツールですけれども、私たちは第三者のツールにも投資をしております。シフトサイエンスは私たちのパートナーです。リスクスコアを獲得して、すべてのユーザーに対してリスクスコアを獲得することができます。マシンラーニングを使ってです。そしてマシンラーニングが悪意行為者のパターンを覚えて、この悪意の行為者のアクションを特定することができます。悪意の行為者が実際にプラットフォームで悪意な行為をする前にです。なので疑いある出品物を見たり、モデレーションチームがそれをレビューして先制的な行為を取る、そうしたことをやっております。さて次は官民連携です。私たちは政府とどのように連携をしているかということをお話をします。私たちは権利保有者のみならず政府や当局と連携をしております。左をご覧ください。当局と一緒にプラットフォームのカテゴリーで模倣の疑いがあるものを特定しております。また他の当局、シンガポールのみならず他の国の当局、香港の税関局と一緒に取り組みをしております。啓発活動をしております。消費者に教育をしているんです。否定的な模倣品を特定しようとしています。プラットフォーマーは詐欺や模倣品に対して対策を取らなければいけませんけれども、消費者教育も同じくらいに重要です。そうしますと模倣品の需要が少なくなり、この悪意行為者もプラットフォームで活躍することが少なくなります。消費者そして販売業者に啓蒙活動を私どもはやっております。さて次は他の自主取り組みについてお話をします。模倣品はすべての業界のプラットフォームにあります。そして私ども取り組みに関しては高級品ファッション以外の業界と一緒に取り組みをやっております。そしてこうしたことをやることで効果的な戦略を講じることができます。また私の他のスピーカー、シンガポールから来た弁護士のキーノートスピーカーももっと深くお話ししてくれると思います。私ども e ケアなどの活動もやっております。不正の薬品を特定して権利を侵害する商品の情報を削除する、そうした活動をやっております。私たちはこの権利侵害の対策の活動についてはまだまだ成熟しておりません。なのでこうした取り組みを通して他の人たちから学ぶことが重要なんです。こうしたベストプラクティスを私たちの戦略に適用するということをやっております。では私たちの課題です。ワーキンググループのセッションでももっと話をすると思いますが、模倣品は非常に巧妙になってきています。従来のキーワードフィルタリングをやっています。ただ
明らかな模倣品は取り除くことはできますけれども、より巧妙な模倣品を特定することはなかなか難しいです。簡単なキーワードはそうした模倣品販売者はすぐに特定できちゃうからです。なのでこの悪意の行使者とは私たちは永遠に戦っていかなければいけません。ありがとうございます。改めて本日このような場で講演できましたことを心から感謝しております。ありがとうございました。陳部長ありがとうございました。続きましてシンガポールアレン&グレッドヒル法律事務所ビグネッシュバーアン弁護士に基調講演をお願いいたします。バーアン弁護士よろしくお願いいたします。さあ皆さんこんにちは。皆さんこんにちは。本日はここに来られて嬉しく思います。ご招待いただきありがとうございます。新たな前にお会いしたかった新たな友人に会えて嬉しく思います。皆さんの慰霊になる講演になればと思います。オンラインの参加者会場の方にとってでもですね、シンガポールの e コマースまた模倣品対策についてお話をします。私たちその模倣品というのはこのブランドバリューを傷つけるということはよく知られていると思います。そして権利者の経済的な価値を損なうものです。しかし権利者だけではなくて一般消費者にとっても有害なものです。ですのでその一般消費者の健康やヘルスやセーフティーに害するものになると思います。セルナ氏がプレゼンテーションについて模倣品のヘルスケア製品についても少し触れられましたけれども、シンガポール政府としてもこの点については非常に深刻に捉えています。私は弁護士ですので、私のプレゼンテーションの中にはあまりスライドには写真と図なんぼもないですけれども、文書ばかりですがよろしくお願いいたします。ではこの3つのトピックについてお話をします。シンガポールにおける模倣品販売に関する法律、そして2番目にシンガポールにおける e コマースプラットフォームにおける模倣品の規制、そして e コマースプラットフォーム上の模倣品対策における官民連携の役割についてです。ではまず最初に覚えておかなければいけないのは、法律というのは模倣品にシンガポールに対応するために使われるわけですけれども、もともとの設計としては実店舗用の設計となっています。そして私の経験またはシンガポールの法律法廷の経験から言うと、これらの法律というのは現在の e コマース上の模倣品に対してはあまり対応できていないという側面があります。ではその点を説明させていただきます。e コマースのプラットフォーマー、シンガポールで運営しているプラットフォーマーは私たちの法律では知的財産権を守るというものです。そして模倣品の製造また販売などにを違法としています。でそしてこの法律では特に、販売の点にフォーカスしています。シンガポールの法律で知的財産権保護に関するものは以下のものがあります。著作権法、現著作物を保護するもの、芸術作品を含みます。また商品法、商標法ではシンガポールにおける登録商標を保護します。シンガポールの周知の商標も保護しております。そして登録意匠法は登録意匠を保護します。そして特許法ではその製品薬医薬品なども含む特許登録特許及び発明を保護します。そして地理的表示法では製品の地理的表示表示を保護します。これは食品、ワインなどもこちらに含みます。地理的な表示を保護するというものです。シンガポールの e コマースプラットフォーム上で販売されているものについてもです。そして模倣品は少なくとも上記知財権の一つを侵害する可能性があります。複製、模倣、模倣新製品に見せかける行為を知的財産権者の許可なく行っているためです。
で、そして、覚えておかなければいけないのは、e コマースプラットフォームというのは、マーケットプレイスとなっています。そして販売者がそのプラットフォーム上で製品を販売しているというものです。シンガポールの新法律では、模倣品に対してプラットフォーム上で販売されるものについて、その特に要求はしていません。対策は要求はしていません。そして IPR の侵害では通常民事訴訟に発展することがあります。しかし場合によっては刑事訴追に発展することもあります。よくシンガポールで起こることとしてはその模倣品に対する刑事訴追になります。これはそして権利者としてはそのシンガポールの知財権を保護する法律を利用して模倣品の販売者に対して民訴訟を提起することができます。そしてこのような民訴訟において裁判所は救済措置の決定が可能です。例えば裁判損害賠償や模倣品の引き渡し差し止め措置などです。そしてシンガポールの知財権法は水際取締り措置による知財権保護が含まれています。そしてシンガポールの国境内に入ってくることを防ぐという目的です。税金官職員は自らの意思または権利者から提出された情報に基づいて輸出入品で侵害品の疑いのあるものを検査し押収することができます。そしてシンガポールには消費者保護の法律もあります。これは虚偽の説明や広告がなされる商品の販売を制限をしています。この物品販売法においては商品の販売契約による説明では暗黙の条件として実際に販売する商品は説明と一致するものとしています。そして消費者保護法公正取引法では消費者を騙したり誤解させたり虚偽の表示をすることは不正行為と定められています。そのような不正行為は被害を受けた消費者からの民事訴訟につながる可能性があるだけではなく規制措置をシンガポールの競争消費者委員会から受ける可能性もあります。次にここまでにシンガポールの法律について話をしました。そしてイコマスプラットフォーム上の模倣品を規制する法律があるかといいますと特定の直接的なものはありません。しかしシンガポールの法律で IPR を保護するというもの自体はあります。そしてその知財権を侵害する模倣品の製造販売に規制を課しています。そしてその販売に関わっているかどうかによって責任を負うことになります。そしてシンガポールで運営される e コマースプラットフォームでマーケットプレイスとしてのみ機能している場合には販売者が商品を販売するための場である場合プラットフォーマーに対して模倣品に対する対策を特に要求をしていません。単にプラットフォームとしてのみ機能している場合には単なるプラットフォームに過ぎないということでその上で模倣品の売り主と買い主が取引を行っていると見立てされています。そして販売者と購入者が取引販売をしているということでプラットフォーマーは直接関与していないとみなされるためです。しかしながらプラットフォーマーがより主体的に販売行為に関与する場合その場合にはプラットフォーマーは共同販売者とみなされる可能性があります。ですからプラットフォーマーは知的財産権また消費者保護に関する法律に留意する必要があります。共同侵害者や共同被告人となる可能性があるためです。しかしシンガポールで注目すべき傾向としてプラットフォーマーが自社ブランドで商品を販売しているケースが増えています。そのような場合プラットフォーマーは単独の権利侵害者や被告人として知的財産権侵害や消費者保護請求など自社ブランドによる販売で生じ得るものに対して責任を負うことになります。さらにもし e コマースプラットフォーマーが商品の仕入れ業者となっている場合第三者から商品を購入しその商品を販売する場合には知的財産権侵害や消費者保護法違反が当該再犯行為によって生じるためプラットフォーマーが責任を負う可能性があります。最近カルバインクラインと HS インターナショナルのケースがありました。
ここは少し早く進めたいと思いますが、この A という会社がシンガポールに拠点を置く EC サイトであり、そのプラットフォーム上で顧客が商品を別の中国の EC サイトから購入できる機能がありました。顧客が A を利用して商品を購入するたびに、 A のオーナーは同じ商品を中国のサイトから購入し、それを顧客に対して利益を乗せて販売するという仕組みがありました。そしてこのプラットフォーム上の模倣品は A で販売されていました。その結果A 社は商品権侵害によりカルバンクライン社から訴えられました。 A 社プラットフォーマーは顧客間プラットフォームに過ぎないと主張し、自社は中国の別の地域サイトから商品を注文するためのプラットフォームを顧客に提供していたのみだと主張しました。しかし高等法院の判断は責任があるというものでした。その理由は、他のプラットフォームのように一つの売買契約のみが売り主と買い主の間に存在するだけではなく、 A 社のビジネスモデルでは2つの契約がありました。中国と売り主と A、 そして A と最終顧客の間の契約です。ということで A 社は実質的に模倣品を販売していたということになります。シンガポールのこのオーナープラットフォームのオーナーというのは、自由にここでプラットフォーム上で販売される商品の価格を設定し、その結果として利益を得ていました。そしてこちらからは私のプレゼンの残りの部分ですが、ここの部分では模倣品対策における e トコマースプラットフォーム上の官民連携の役割についてお話をします。カルーセルのセリナさんがおっしゃいましたが、自主的な規制というのをカルーセルがやられているという話がありました。カルーセルは非常によくこの対策というのをやられていると思います。プラットフォーム上の模倣品の対策として、このような傾向がシンガポールで今後も増えていくことを私としては望んでいます。プラットフォームでそのような傾向というのが出てきていると思います。一つ、模倣品販売に関して権利者が直面する問題というのは、シンガポールの多くのプラットフォーマーが認識をしています。そして自主的な規制措置を実施しています。カルセルの例というのも良い例だと思います。民間セクターのパートナーシップというのが非常に重要です。模倣品対策として、それを対象としたものがシンガポールに相談します。そして e コマースプラットフォームと協調をしていまして、非常に大きな弁としては教育というものがあります。そして自分たちでも模倣品に対して対応が取れるように、そして権利者がプラットフォーム上でできる対策というのを取りということも重要です。カルーセルのセルヌさんもこの点触れられていましたが、シーカというワーキンググループがあります。これは東南アジアの電子商取引模倣品対策のワーキンググループです。そして多くのプラットフォーマーはこのグループに所属をしています。このワーキンググループでは統合オンラインディレクトリを作成し、各種知的財産権の保護方針、プログラム、ツールなどをプラットフォーム上で利用可能としています。そして権利者がプラットフォーム上で知的財権侵害する行為を管理抑止できるようにしています。そしてシーカのワーキンググループで必要なのは、重要な点としては e コマースプラットフォーム上の知識の共有というのを促進している点です。そしてシーカというのは、自分自身たち自身でその IP の e コマースのプラットフォーム上の模倣品を規制しているというわけではありませんが、プラットフォーム上のプラットフォーマー間の協力を促しています。次に官民連携の重要性に関してです。この行政組織の規制による解決策の形成は、規制の遅れによって阻害されることが多くあります。特に電子商取引における技術革新のペースが上がるほど法規制が追いつかず問題が悪化します。
カローセルの話でもこのようこれに関連した問題点課題があったと思います。これは常に民間セクターが行政部門よりも少し進んでいる点は常にあると思います。 e コマースプラットフォームは一般的に電子商取引から生じうる問題の最前線にあり、 e コマースの動向、特に模倣品関連の動向に最も精通しています。行政セクターや権利者自身ではなく民間セクターが最も精通していると言えます。規制問題を対象とした効果的な民間連携は、連携により官民双方の利害が一致する場合に最も効果的であります。シンガポールでは非常に面白いケーススタディがあります。この、ある種の官民連携と言えると思います。これは e コマース市場の取引安全性評価です。これを TSR と呼んでいます。どういったものかと言いますと、昨年ですが2022年に省庁間詐欺対策委員会、これはさまざまなシンガポールの関係省庁、内務省や貿易産業省などにより協力で設立されました。そしてこの TSR を主要プラットフォーマーと協力をして立ち上げました。これは連携的な取り組みであると言えます。そして TSR というのは格付け、評価をするもので、プラットフォーマーの詐欺対策の実施状況を評価をして示しています。一つはユーザーの信頼性、二つ目は取引の安全性、これはカルーセルの方でもカローセルのバイという機能というのがこの取引の安全性の一例であると思います。そして3つ目に消費者のための損失の回復措置の有効性、そして4つ目に詐欺対策の有効性を評価しています。ここでなぜ TSR が開始されたかというと、その理由はいろいろな詐欺のケースがシンガポールでありました。そして e コマースのプラットフォーム上でその詐欺が起きたということです。ですので TSR の目的としてはそういった詐欺を最小化するということです。シンガポールの内務省はこの取り組みの中心を成している省です。内務省はウェブサイトを管理し、 e コマースプラットフォーム上の TSR 評価を示して、各種プラットフォーマーが実施している措置をこのように示しています。これによって消費者、また一般の方たちがどの e コマースプラットフォームがガイドラインの評価を満たしているかというのがここを見ると分かるようになっています。e コマースプラットフォームが TSR を向上させるためには次のような対策を実施する必要があります。まず販売者の信頼性を検証、詐欺行為を行う販売者の行動を監視、安全な支払い方法を提供、お取引記録とユーザーデータを管理、また報告及び紛争解決の仕組みを導入するということです。カルーセルのプレゼンテーションではこういった行為を措置をすでにやられているということでした。そして満たすべき基準はシンガポール標準評議会が公表した一連のガイドラインに定められています。今後の展望です。これから期待することとして、 TSR とそれに付随する基準は主に詐欺対策を目的としています。しかしこの詐欺の防止措置として基準に定められているものの中には、模倣品販売を減らすことにも役立つ可能性があります。例えば販売者の確認、取引記録の管理、報告の仕組みなどです。今後シンガポール当局とプラットフォーマーは協力体制をさらに強化し、そして模倣品や知的財産権を侵害する商品の販売対策に特化した基準の確立を、既存の基準範囲の拡大や新しい基準の導入により進めていくことが期待されています。 e コマースプラットフォームがはすでに実主的措置を取れるというそういった取り組みを示してきました。シーカというワーキンググループはその取り組みの一つです。
e コマースプラットフォーマーは共同で実施規則を策定し、遵守すべき統一基準を定めて模倣品問題に対応をしていきます。この合意により策定された実施規則は行政機関と協議の上すべてのプラットフォーマーが遵守すべき基準として関連する規制当局が適用することを目指していきます。適切なインセンティブをこの実施規則の適用を促すために提供することもできます。例えば政府ハーバー規制ではプラットフォーマーに対して実施規則を採用した場合e コマースプラットフォームで販売された模倣品について権利者が起こした民事訴訟から保護されるされます。最後に重要なポイントとして官民連携の成功には民間側からの積極的な協力と働きかけが必要です。また官民連携は行政側と民間側の利害が一致しこの共通の利益を促進するための連携体制となった場合に最も効果的なものとなります。また後ほどのパネルディスカッションをお楽しみいただければと思います。ありがとうございました。バーワン弁護士ありがとうございました。